手元にあります。地元に売ってるの夢みたい。本当ですか、ありがとうございます。ね、たくさん載せていただけて嬉しいです。幸せです。今日コンビニの残ってたもの買っといた、ありがとうございます。優しい、買ってくださって。すごいですよね、クオカードもプレゼント書いてる、応募していただいたら書いてます。そうやって楽しみですね。山賀さんはね、どこも割と売り切れちゃうんですかね。そうなんです、撮影の当日に知りました、表紙すること。あっつ、この部屋本当にびっくりですよね。まさか私が表紙をすると思ってなかったのでびっくりしましたけど、静かにして。あー、滑り台乗ってるのありましたね。あれね、下プールなんです。下がプールで滑り台があって、これか、私のお気に入りですか。私のお気に入りはゆずどれやろう。ゆずのお気に入りはこのオレンジのやつ、オレンジのやつがお気に入りです。オレンジのやつ一番お気に入り、なんか私らしさがあって明るいなって思いました。ツインテールがいい、ありがとうございます、嬉しい。おばあちゃんがくれた、なし。オレンジの水着の左下のやつ、あ、ありましたね、ちっちゃい写真のやつか。これか、もうめちゃくちゃ綺麗に撮っていただいてます。こじりんに送りましたよ、ちゃんとで選んでもらいました、当日どれのしたらいいと思うって。思ったよりページ数多かったね、思いました。セグウェイ乗りました、人生で初めて。BLT の水色良かった、そう BLT さんも発売されましたね、それセグウェイです。名前は本名です。BLT 明日つたやさんが届くかな、届きますかね、届きますように。山が動画短かった、あれじゃない、あのまた月間の時に乗りそうじゃないですか。でもだし美味しいです、甘い。
さまーちゃんさんと仲良くなりました。BLT 今日3冊受け取ってきた。マジ？待って、ヤンマが15冊買ったありがとうございます、買ってくださって。嬉しい。そうですね、表紙が発表されてからすごいたくさんの方にフォローしていただきました。やほやほ。こうやって見たらいっぱい写真載せてくださってる。私もう一個お気に入りのがあって、あの三つ編みのやつが好きです。めっちゃ綺麗に撮ってくださってる。あとね、沖縄だったんですけどね、撮影場所が、あのベッドでなんか横たわってるやつあるじゃないですか、紫の水着で。あれ私の家のベッドと一緒でした。見た時にあれ見たことあると思って、今来ました。ありがとうございます。皆さん今見てくださってますか？一緒に皆さんの好きなページ教えてください。ぜひ、何ページ目か。本当にたくさんの方が買ってくださって、でなんか私のことを知らない人も見てくださったりだとか、うん、オレンジがダントツ好き。やった。お、あ、書いてくれてる。山形アンケート後ろの方のページに載ってるコードを入力すればウェブからもできるようやって、皆さんだそうです。後ろのページ、あ、湯船使ってるやつ、どれや。湯船なんか使ったっけ、ゆずいろいろ、ゆず湯船使ったっけ。あ、プール湯船じゃなくてプールかも、あれ表紙の表情が可愛すぎる。やった、嬉しい。ゆずも湯船ゆずも今めっちゃ何、あの思い返した撮影の時の記憶、湯船使ったっけと思って。プールの顔が好きやった、嬉しい。湯船だと思った、あ、プールです。ちょっと今見せようと思ったけどな、バンされるから見せれへんけど、プールです。え、みんなが言ってるのってさ、2ページ目の左上のやつ、あのピンクの水着の、
どれやろ。やんな、やっぱそうやんな。プールプールです。これは確か湯船に見えへんこともないけどな。プールですね。沖縄のプール入りました。私手元にね、マジ？あ、紫のやつ？紫どれよ？プールじゃなくて。どれだ？ん？Tシャツ着てたやつ可愛かった。キャミソール、もうお願い静かにしてほんまに。キャミソールのやつかな。バンされる。7ページ目の水色。水色これか。水色のしましまのやつか。三つ編みの右下も壁にもたれてる。あー、これか。確かになんかね意外。すごい花火出てる。すごいピンクの服の珍しい感じで、髪型もお団子にしてくださいました。めちゃくちゃ仲いいメイクさんがいて、その方が目がめちゃくちゃ好きです。ありがとうございます。茶色の水着のチェキプレゼントのことが書いてあるページ、表情がいい。これか。さあ皆さん、マスクもプレゼント、あの応募していただけたら当たるかもしれないので、ぜひお願いします。アンケートが今日あった、ありがとうございます。書いてくださって、私つけてないですよマスク。でもサインはちゃんと書きました。皆さんこれね、あの山賀さんのねウェブでグラビアス無料で見れるあれがあるので、ぜひ皆さんそちらも見てください。これや、ぜひぜひチェックしてください。あ、BLT さんお風呂入ってます。あの山笠の話ですね。これは BLT さんはお風呂入りました。めちゃくちゃ気持ちよかった。すごいですよね、こんな綺麗に。締め切りは8月29日。ウェブの見に行った閲覧数その時1位やった。やった、ありがとうございます。金ビキニってことは金メダルってこと。あ、ブブカさんですか。なんかな、ゆずも初めてやってみた。あれは私もあれは初めて知りました。金メダルやったんやと思って。山が勝ったで、ありがとうございます。勝ってくださって、山がめっちゃ良かった。ありがとうございます。嬉しい。
うん、うちに座ったようになりましたね。あの後やったっけな、なんか急にめっちゃ雨降ってきた。ウェブか、あれは道に座ってるの。永久保存するために電子版も買いました。ありがとうございます、買ってくださって。ウェブか4ヶ月連続、5ヶ月ですね、ありがたいことに。グラビア見てゆずちゃんのこと知りました、ありがとうございます、嬉しい。山形とか久しぶりに買ったよ、嬉しいです。そうですね、いつかソロ表紙できるように頑張りたいです。売り切れいっぱいで小学生の妹に山が買ってきてもらった。よく買ってきてくれたな妹。ゆずが出てる雑誌は買うわ、ありがとうございます。セブンで立ち読みしてて慌てて閉じて買いました。え、立ち読みしてたんですか。でも買ってくださってありがとうございます。保存用と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 保存用買った。全部保存用やん。飾る用はポスターは間違えた、ポスター付きは天井、壁、お手洗い、持ち運び用、保存用で5冊買うわえぐすごっ。コンビニ行ってもなくなって山が、私もあんまりなかったですね、行ったら。マーチュンがなぜ2冊も買ってるのか、いや嬉しいです。でも初見です、ありがとうございます。ポストカードとかポスターとか特典あるのめっちゃ嬉しいね。たくさんあって嬉しいです。私もどこかも手配しました、ありがとうございます。その個人的になんか暗い感じの水着を着たいっていうか着てみたいなと思ってたので、そのブブカさんで着れて嬉しかったです。大人っぽい感じっていうのかな。でもたくさんの方がゲットしてくださってめちゃくちゃ嬉しいです。
超嬉しいね。もうめちゃくちゃ嬉しいです。撮影してから早くみんなに知らせたいなって思ってました。の部分からの説明、5冊目とかかな、アザーカットとかもあるのでだいたい5冊目とかですね。山がやっと本屋で見つけてきたよ、ありがとうございます。なんかトレンドにも入ったみたいでびっくりしました。5人に買うように勧めたよ、ありがとうございます。嬉しい。まっちゅんさんはどんな先輩ですか？もうね、大好きです。優しくて面白くて、そう、すごい面白い。こんな私にもいっぱい優しくしてくださる大先輩です。ユズの表紙見つけると何冊でも買っちゃうよね。ありがとうございます、嬉しい。ユズに教えんしようってした、もうそれはぜひぜひ来てください。一冊不況用で職場の休憩室に寄贈しました、ありがとうございます。自分のお父さんにこれおしめんって見せたら大人っぽいねって言われて爆笑した。やめてや。大人っぽいんです、大人っぽいって言うってことは。本屋で山が5冊くらい置いてたから全部抱えてレジ持っていった。マジ？ありがとうございます、嬉しい。スターで訳すると特典あるんでしたっけ？そう、ポストカードとかもらえますね。表紙とかあったらなんて友達とかが連絡、あ、でもなんか来ましたね。なんかコンビニでゆず見つけてびっくりしたって。ブーカ通販で買ったゆずちゃんの黄色い水着姿のポストカードついてた、ありがとうございます。ななみはね、あの私 BLT さんあげました、ななみに。そう、あの見てなくてゆずがまだ中身を、 それで昨日買いに行って自分でで見てでななみにあげました。してます。オフショットは送りましたね、ななみにもちゃんと。そう、今度はね、じゃあ今日が25やから、昨日かBLT さんが発売で、うん、8月31日はジョニシレイちゃんと2人で表紙をさせていただきます。
アイピに送ったはず。れいちゃんと金銀の水着可愛かった、ありがとうございます。嬉しい。髪染めたりする予定はありますか？ないですね、全く。まずもう美容室も全然行けてなくて、そう、髪の毛が痛みっぱなしです、今。お菓子食べよう、めっちゃいっぱい。猫ちゃん元気ですよ、寝てるけど。今日私も猫と一緒にずっと寝てました。縫いました、髪の毛、うん、部活何もしてないです。猫は寝てます、今。ぷぷかの黒水着あのふわふわ伝統、そうですね、伝統ですね。あれはミルさんと、あれか、れいちゃんの方がミルさんの水着で、私がさやかさんの方の水着を引き継がせていただきました。コラボ2回公演まで疲れました、めちゃくちゃ。でも楽しかったです。ちょうどいいね、髪の長さ。確かに ね、ちょうどいい髪の長さ。いつもこれを保ってます、今。そう、たくさんの雑誌が発売されるんですけど、皆さんぜひぜひチェックしていただけたら嬉しいです。これすごいな、ショールームお祭りのやつ。いつからやってんのやろ。8月ぐらいからやってんのかな。猫の毛が、よし。まだ情報公開してないのある？あります、一つだけあるので、そちらも楽しみにしててください。ぷぷかもシュープレも楽しみですね、ありがとうございます。シュープレさんもね、発売されるので、皆さんぜひチェックお願いします。まだあれですけど、何、まだ日にちは決まってないですけど、新種を出してほしい。そう、私ももっともっと頑張って、いつかは出せたらいいなって思ってます。そう、
月刊山賀さんも表彰させていただきます。猫ちゃんオスですね、2匹とも。家にゆずが乗ってる雑誌がどんどん増えていく。でもそれぐらい買ってくださってるってことですよね。ありがとうございます。今年は夏祭りよりゆず祭りで楽しんでる。ありがとうございます。幸せ者ですね。いや、連載コーナー拡大しました。やった、やったね。スコもイノスケも1ヶ月くらい見えてないかな。そう、寝てるからね、邪魔しないでおこうと思って。今はゆえちゃんが出た雑誌は今のところ全制覇してる。もっと増えますように。ありがとうございます。嬉しい。でもなんか面白い、不思議、自分のソル表紙がコンビニで売られてるって面白い。すごい不思議な感覚ですね。ジャンレリのメール明日締め切りだそうです。皆さん明日締め切りだそうです。山賀の編集の人がゆずちゃん褒めてくれたのが嬉しかった。そう、もうめちゃくちゃ褒めてくださって超嬉しかったです。びっくりしました。こんなに褒めてくださるとは思ってなかったのでめちゃくちゃ嬉しいです。制服グラビアマジで見たい。そう、私も制服やってみたいんですよね、いつかは。そう、てっぺんラジオもこの間収録してきました、若ポンとの。そう、若ポンと実は撮影をしたんですこの間。そう、それもねあるので楽しみに待っててください。うん、雨でした。意外なメンバーか。そうです、ポンポンポン、赤ポンポン。お疲れ様です。ありがとうございます。あ、赤ポンあのチョコレートあげてたんや。一緒の撮影なのかなと思ってた。そうなんです、楽しかった、めっちゃ。もうずっと笑ってた赤ポンと。れいちゃんあんま喋ってないですね、そんなに。若ポンと仲良くないと思うね。そう、なんかめちゃくちゃ話しました、若ポンと。若ポンと撮影とか楽しみすぎる。ぜひ楽しみにしてください。撮影現場ってお菓子いっぱいあるのありますね。でも食べないようにしてます、頑張って。そう、この間若ポンと撮影した時はスタイリストさんがめっちゃ誘惑してきました。一口食べたところで変わらへんよって言われて、でも我慢しました。終わってからちょっとだけ食べた。
ペンラジオでそのグラビアの話あります。なので聞いてください、ぜひ。もうめちゃくちゃ楽しかった、てっぺんラジオ超楽しかったです。やっほやっほやっほ。グラビアの撮影の時ってフルーツ出てるイメージ、シュープレイさんの撮影の時はマスカットを食べました。めちゃくちゃ美味しかった、あのマスカット。そう、シャインマスカットです。ウィンクが食べてて前にで、2つ口ぐらいもらって、わもっと食べたいなと思ってたところでシャインマスカットが出てきました。なのでぜひ皆さんそちらも楽しみにしててください。最近青木さんに会った？会ってないです、青木さん。全然、私が一番最初に出させていただいたあのフラッシュさんあったじゃないですか、あれ以来会ってないです。日焼け対策とかしてるの？一応ね、日焼け止めは塗ってます。沖縄で焼けましたね、めっちゃ焼けました。静かにしてよ、ね、うるさくてごめんなさい。そう、沖縄でだいぶ焼けましたね。そう、大阪帰ってきてからいろんなメンバーに焼けたとか焼けましたかって聞かれました。言わないでください、仕方ないよな。でも焼けるの。こんばんは、こんばんは。お疲れ様です、ありがとうございます。撮影って何時間くらいするの？何時間やろ。結構でもそのあれによるかも、雑誌に。腕焼けました、めっちゃ。あんま分からへんか。健康的でいいよ。でもやっぱ白くなりたいですね、肌は。焼けてるのも似合う、ありがとうございます。加入当時はめちゃくちゃ焼けてた、ほんまに。だいぶ焼けてました。そのグラビア見てもゆずちゃん現場のなんて書いてあるの、これ一握り可愛がられてるのよくわかる。一握りって書いてあるのかな。日焼け跡とかもやる、もうやばいで、日焼けの跡やばい。これ映ってるかな、シュープレさんじゃない山賀さんのやつ見たら分かると思うんですけど、ほんまに日焼けの跡めっちゃついてる。見た時笑っちゃったもん、あ、日焼けの跡ってなった。めちゃくちゃ綺麗。あ、人にか、嬉しいです、そうやって言っていただけて。健康的やん、やった。
日焼け跡にして、じゃあここにあるんです。初見です、ありがとうございます。腕の付け根あたりがよく焼けてるのが分かる。ですよね、この辺この辺めっちゃ焼けてます。そうでもなんかコンビニでヤンマガさんの雑誌を見かけて、あの前にしといたっていう話をたくさんの方が教えてくださいました。ファンの方で、なんか楽しみ、ありがとうございます、嬉しいです。NMB が表紙の雑誌は大体前に置いとく。嬉しい、ありがとうございます。朝会社に行くときは前にしといたから帰りにはなかった。ほんまに？で、漫画のあれもありますよね、その連載とかもあるから、そう漫画何今だったらこの何のあれや、寄生列島みたいな漫画の連載があるから、それを読むのに買うって方もいらっしゃると思います。表紙感動して棚を写真めっちゃ撮ってたら結構見られたおもろ、すら見られるわ。この人何撮ってんのって思うやろ。コンビニにゆず入るのめっちゃすごい、ありがとうございます、幸せ者です。山が品切れしてコンビニをはしごしてゲットした、ありがとうございます、見つけてくださって。一昨日誕生日でした、おめでとうございます。はじめまして、はじめまして。裏表紙のウルトラの父かっこいい、これ、あ、これウルトラマンのお父さんなんや、はあ、初めて見た。猫ちゃんは寝てますね。なんかすぐ落ちそう。半分出てるお尻。うん、明日から学校始まる。頑張ってください学校。ゆずはもう高校卒業したから、夏休みとかもないし、なんか毎日が夏休みみたい。なんかさ、高校生の頃は。もう学校行きたくないとかもめんどくさいと思ってたけど、高校卒業した瞬間にはちょっと高校なんか最後の方に戻りたいなと思った。3年生のみんな楽しそう。そう、私も勉強苦手です。頑張ってください明日から。そう、学校ロスです、めちゃくちゃ。そのうちテストさえ懐かしくなる。うわー、やってたなテストとか。でこんな点数なんてものばっかり取ってたもん。
高校っていうか大学も行ってないし、高校卒業したらほんまになんか何もしやんくなるやん。テストもせやし、勉強もせやし、課題もせやし、不思議な感覚。フォローしました、ありがとうございます。最高の得点はなんぼ。でも小学校の頃は漢字のテストとか普通になんか100点っていうのがなくて、漢字のテストに10点なんよ。それ10点はでも取ってました。それでも小学校までの話の。でも中1の頃英語でめっちゃ高い点数取ったの覚えてる。78点とか取った。でもそっからなんか分からへんけどだんだん落ちていって点数が。小学生の頃授業中さ勉強してたら8入ってきたのも覚えてるもん。100点取ったことはないですね。ヤンマガの表紙で一目惚れしてここに来ました、ありがとうございます。見つけてくださって、ありおりはべり今そがりとか覚えてる。何それ、やったことない。何それ、なんでみんなそんなんしてんの、初耳なんやけど。なんだそれ。え、絶対やってない、絶対やってない、そんな。え、絶対やってないで、ゆずにはわかる、絶対やってない。水平リーベイ聞いたことある、それは。え、やってない、絶対そんなん。ゆず、覚えてない人気で、またやったんかな。え、やってないで絶対。あ、中学に多分古典なかったもん。そう、高校で初めて古典っていうものに出会ったはず。ほら、やってないっていう人多い。そう、英語の B 動詞とかもなんかあったけど全く覚えてないな。ドイツ語みたいな。うん、じゃあ譲らなかった、中学で古典。高校で初めてありました。ほら、俺の時代にはなかったようなって。中学ではちょこっとだけ古典あった。そんなちょこっとだけとかあんの。はい、マイミーマイン。あ、それはあった。ユーユーはユーユーはヒーヒズヒムヒズみたいな。それ覚えてます。円周率は 3.14 までしか知らん。遠い記憶ですね。でもさ、中学の頃なんか数学が頭いいコースと悪いコースみたいに分けられてて、いつも頭悪いコースいました。懐かしい、めっちゃ懐かしい。中学に戻りたいな、超懐かしい。急に作られたはず、そういう制度が。
3.14926535、 それあれ円周率、え、そう、全然進み具合違う、ほんまに違う、マジで数学やろ。春はあけぼのまではしてる、確かに。懐かしいですね。シャーペンの芯は何ミリ使ってた、その覚えてないわ、シャーペン何ミリ使ってたとか。高校は進学と就職で別れたけど、すごっ、そんな分け方あんねや。足し算引き算はさすがにできますね、この私でも。って言うてもそろそろ終わっちゃうけど、もうシャーペン使うこと全然ない今、ずっとボールペン使って、もボールペン の、 あの消せるタイプのボールペンあるじゃないですか、裏こうやって消しゴムみたいにできる、あれ使ってます。フリクションペンっていうの、そもそもあまり字を書いてない、いやそれはそう、ゆずも全然字書かへんくなった、立ち位置とかメモったりするときしか書かへん。フリクションは大事な書類には使えないの。そうなんや、消えるから。ドライで消えちゃうかも、あったかいからか。ゆずっていう字うまい、こじりによくなんか何やったっけな、中二男子の字してるって言われます、いつも。60度超えると消えちゃう、そうなんや。でもなんかさ、何やったっけな、 TikTok で回ってきてん、そのフリクションペンみたいなんでバーって字書いて、ほんでアイロンあるやん、服に当てるアイロン、あれで消して、でも冷凍するやんか、ほんじゃまた字が浮かび上がってきてた、ほんまか知らんけどそう、また字が元通りに浮かび上がってきてました。ゆずの字は大きさが変わってくる、そう、私めっちゃね、字ねバラバラなんです、斜めになるし。あ、ほんまなんや、そうなんや。手帳を車に置いてたら全部消えた、じゃあそれをまた冷凍庫に入れたら字がまた浮かび上がってくるみたいです。今度やってみよう。冷やすと戻るよ、やってやろう。ごめんね、イエスがいっぱいいました、ありがとうございます。そろそろ終わろう、ランキング発表します。12位、何これ、12位、あゆみさんありがとうございます。11位、しろさんありがとうございます。10位、みきちゃんありがとうございます。9位、にこさんありがとうございます。8位、なっちゃんありがとうございます。7位、トマトさんありがとうございます。6位、コニタンさんありがとうございます。5位、あさがさんありがとうございます。4位、いかりしんじさんありがとうございます。3位、ガルゾーさんありがとうございます。2位、F さんありがとうございます。そして1位はよっちゃんさんありがとうございます。
皆さんありがとうございました、見てくださってありがとうございました。あ、13位ゆず読んでなかった、あれ待ってね。13位ヤマピーさん、ありがとうございます、ありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました、見てくださって楽しかったです。山賀さんの表紙もぜひ見てください。来月はね、9月21日に月刊の方が発売されるので、でブブカさんは8月31日なので、ぜひ見てください。配信お疲れ様、ありがとうございます。そう、もう終わっちゃいます、配信。ありがとうございました。じゃあおやすみなさい。じゃあね。